最初はですね、四気筒、三気筒、いろいろ考えました。で、昨今のですね、この環境問題、特に燃費、C O 2、それから動力性能ですね、それからまあそれ以外のパフォーマンスも考えたときにやはりこの一点二リッターの三気筒が最適であるというふうに考えました。まずコンパクトな一点二リッターの三気筒エンジンを作りました。今最も投入できる新しい技術を投入して。 燃費と動力性能これの両立を図っています全く新しいエンジン全く新しい CVT 全く新しいプラットフォームを使ってこれまでのレベルにない非常に高いターゲットを達成した燃費を皆様に提供できる車に仕上がっておりますエンジニアリングは何百とアイデアを出してその中からできるものを採用しています。特にあの 街中でのキビキビ感というところをですねうまく表現できるようなエンジンにしたかったということでこの 1200cc の3基礁というのを選びましたいろいろな各部位のフリクションを最も考えられるだけ下げて燃費を最も良くするエンジンとしてこの1 2リッターの3気筒のエンジンを新しく作りました CVT というと従来はプーリーとベルトの構成でしたけれども 新しくサブプラネタリーギアを設けまして、トランスミッションのギアレシオを七点三と非常に大きく取りました。レンジが広いということはあの発進時の動力性能が良いということと、それからあの燃費、つまりはその C O 二の低減にもつながるその二つをこう両立したというところがあのいいところになります。今回のトルクエンジンのトルク特性と今回の新しい C V T との組み合わせのマッチングによって。 街乗りのキビキビ感だけではなくて、高速性能というのも非常にいいものが出来上がったというふうに考えています車両とエンジンと CVT という、この3つの組み合わせの特徴を生かして、アクセルを踏んだときでも、エンジン回転がリニアに上がるように、フィーリングができているので、非常に加速のフィーリングは良くなったと考えております。 お客様が感じるです、ね、振動とそれから音、えっと、この2つを非常に注意をしながら設計をしてきましたでそこはです、ね、具体的にあのアウターバランサーというシステムとそれからトランスミッションとの締結合成の向上というところこの2つを大きなキーポイントとして設計をしてきましたアウターバランサーとそれからトランスミッションの締結合成を向上することによって音それから振動ともにワン、ね、ランク上のレベルを実現できたというふうに考えていますあのそれをやることによって 4気筒並みの静かさ、4気筒並みの振動というのを実現できたというふうに考えています。And そういったお客さんが求めているバリューがあるという装備に振り返るということに対してあらゆることにチャレンジしてきましたしそこが今回のブレイクスルーのポイントだと思っております。